さあ今回はスペシャルバージョンです。ガクやりましたね。まあ、我々のこの YouTube にぜひこの地域を盛り上げてくれないか、まあ、今新型コロナウイルスの影響でやっぱり飲食店って大変なんですよね。で、まあ、私たちの YouTube を見てくださってる飯塚を拠点に筑豊でフリーペーパー HEN っていう HEN っていうフリーペーパーがあるんですけど、そこの編集長から実は筑豊にも本当に美味しくって素晴らしい店がたくさんあるんですよ、そういうところのテイクアウト、そしてお取り寄せを盛り上げてほしいということで我々のチャンネルに依頼がありました。ということで、はい、せっかくなんで、はい、お呼びしています。お呼びしてます。ちょっと派手に行きたいなと思って。え、地味なところちょっと待ってちょっと待って、派手に行きたいなと思って地味なタレントじゃあコラボってことですか。はいはい、おー、 YouTube はよく聞きますからね、はい、コラボ。はい、もしもしマジですかもしもしあーもしもしじゃないよ。いやどこいるんですか。え、駐車場に車を止めてますよ。すぐ行きますよ。はい、マッハで来てください。マッハで任せてください。あー了解です。はい、どうも。いや、俺もうほんと怒られると思うよいや、今日はかなり重要な役割ですよ。筑豊のその飲食店を盛り上げるっていう。あ、来ましたいやいやいや地味でしょ。いや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 うわ撮ってる、もう撮ってる。こんな感じで撮影してるんですかいや、これはいや、中島さんいやー、YouTube チャンネル登録者数3万人オーバーおめでとうございます。ありがとうございます。いやいや、もうだって3万5000に迫る勢いですよ今の時点で。うんうんうん。いやいや、というか見てますから中島さんのチャンネル、これ見てますからそうですか、久賀ディレクターからオファーがありましたか。そうです、ついに私が中島浩二チャンネルに参入するという運びになりました。なんでだよ。見てくださいよ、やる気満々ですから。いや、ほんとすごい。いや、ギター持ってきて、ギターとアンプ持ってきましたよ。いやいや、しがちゃん、なんかわかんないけど、ほらバッチリです。いいだろう。いいです。ちょっとこうお揃い感いや、そうなんですよ。ちょっと今シートベルトで興奮なんだってちょっとグッジョブ。これはどうなんでしょうかね。いやこの絵はちょっとすでに失敗したのね失敗とか言ったらダメですよ。俺もちょっとね思ってんですよ、このおっさんのお揃いが、この1たす1が2にならないっていうねいやいや、それはもう10倍にも20倍にも30倍にもなっとるってことですよ。これはやばい。そうですよね、1たす1が1のまんまっていう怖いですよね。いや、まだまだ、じゃあちょっとお願いします。まだまだ、いつもの用意してます。うわ、なにこれああ、うそいやいやいや、うわもういらんこれいやいやいや、この懐かしさいらんもん。いやいやおい、おかしいぞ。それはアフロだよ、アフロのズラだよ。お願いしますお願いします。髪の毛セットしてんだよいやいや、セットいらないから。いやいや、言ってて、せめて言っててかぶるからもう頭とか線でいいよって。これこの暑い時期にどこ行ってもこれな、ね、広島でも宮崎でもこれやで。わかりましたよ。おーいおーじゃねえよ。ちょっとおーじゃねえ、上がってきたいやいやいや、ちょっと上がってきた。こっちは下がってるよ。これほんとね、最初だけいじってあと全然丸虫やけどねもう途中から見た人なんで岡本アフロなんてそんな世界よ。皆さん怖いでしょ、最初だけなんか欲しいんですよ。最初ね、なんかこうパンチのある映像がうわもう熱い、嫌でしかしょうがない
嫌でしかないこのスタイル。もうイライラする。なんかこうちょっと攻撃性がしますよね。ねえ。いいですね。いいですね。いいですね。うわー、お高速道路乗っちゃうよこれ。もうちょっと久々乗るわ。その感じ。ちょっとなんか、おお、なんか空回りの可能性が。空回るよ俺は。知らないもん、だって中島浩二チャンネルだから。さあ、飯塚抜けて今福知町に向かってます。はい、1軒目発表しまーす。なんで興奮してるんですか。お店の名前、お食味クラブ富士山。食味クラブ富士山、はい、お店主の藤本さんは、おお、元力士です。おすすめメニュー、力士のちゃんこ鍋。あと中島さん、はい、手羽先の素揚げ、特製仕込みタレに一晩じっくり漬け込み、ほう、衣をつけずに揚げた当店自慢の一品。もうすぐだ。もうすぐだよね。もうすぐです。あ、お持ち帰り。ああ、ここだ。ここだ。あ、食味クラブ富士山。あ、ここだ。すごい。バスまであるよ。鍋、炭焼き、うまい米、うん、食味クラブ富士。入りましょうか。本当立派なところですね。失礼します。うーわー、すごい。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。店長さんですか。あ、そうです。うわー、ありがとうございます。なんか力士だった。あ、そうです。え、あれですか。あ、すごい。あれですか。はい、これですか。うわー、本当だ。もうねえ、随分とまたね、髪の毛のせいで。いや店長はなんていう仕込みなんですか。本名で藤本で。藤本関、はい、へえ。どれぐらいまで、幕下まで。あ、はい、そうですか、はい。何年ぐらいいらっしゃったんですか。11年、はい。何部屋になるんですか。大野松部屋って。大野松部屋のちゃんこの味を、はい、今日今からいただけるってことですね。はい、イエス。じゃあよろしくお願いします。お願いいたします。ご覧いたします。うわー、天井も高くて立派な。しかもさ、なんかこうちょっとワクワクするな。本当ですね。うわー、すごい。スタンバイ OK ですよこれ。うわちょっと店長、え、今日はテイクアウトとお持ち帰りっていうことでやってるんですけど、はい、これがもうまんまテイクアウトになるってことですね。あ、そうですね、はい。へえ、すごい、盛りだくさん。一人前おいくらですか。1580円。これは何人前入ってらっしゃるの。あ、2人前ですね。2人前、はい、2人前でこれですか。ということはこれで3000円ちょっとってことですか。そうですね。すごい安いですよこれ。うわー、これ最高だね。うわー、うまそうだよこれ。これうわー、すぐらぐらやってる。まずはお出汁でしょ。うまい。あのですね、もう具材のうまみが全部出てて、で割と醤油と味噌ということですけど、あっさりですよね。すごくあっさりです。まずは豆腐からいきましょう。最高です。うわー、おいしいな、これ。うわー、これ豚肉。いただきます。
うまっ。うーん、いや、それからつみれもちゃんと下味がついてんですね。それがね、多分鶏の旨味とこの味がまた出汁に出て、うわ、ほら鶏肉もゴロゴロですよ、これゴロゴロ、ブリンブリン、あ、やばらかい。うーん、うわ、うまそうな手羽先です。これがお店の看板メニューですよね。そうなんです。そうですね、3000本ぐらい、ええー、特製のタレに漬け込んで素揚げしてやるということですね。ちょっといただきましょうか。いただきます。いただきます。おいしい。うまい。うまい。うまいです。あのね、鶏の旨味がうわーっとこうね引き立つうまさっていうんですかね。で、またね、今ね揚げたてなんですけど、多分これ一人は汚いんだよ、汚いんだよ。いや、揚げたてだね。藤本さん、揚げたてだよ。取り皿持ってくる。おーい、どんくらいレベルをね、ちょっとね、ほうほうほう、レベルを上げないとダメでしょうね。なんすか、これはギターアンプですよ。アンプですよ。どこーい。ごちそうです。今いいんですね。いいですよ。違うバージョンがあった方がいいですか。いや、もういいでしょ、もういいでしょ。なんだよ、楽しかった。撤収だよ、撤収。